はい、こんにちは、MB です。今日は、僕のカバンの中身を見たいという声があるのかないのか知らないんですけども、カバンの中身を見せていきたいと思います。まあなんか YouTuber あるあるですよね。こういうことよくやるんでしょ、 YouTuber の皆さんは。僕のカバンを、普通に使ってるカバン、僕が作ったカバンですね。 MB なんだっけ、トラベルバッグか。トラベルバッグって言いながら全然トラベルで使ってなくて、普通に日常で使ってるんですけど、まあそのぐらいのサイズで作ったんですけどね。で、この中に何が入ってるかっていう話なんですが、ちょっとじゃあ一個一個説明していきますが、まず財布ですね。これは別に大して話すこともないんですけども、まあ僕だいぶ好きな、この MB チャンネルの中でもよく品質単語として出てきてますけど、マルジェラですね。マルジェラのこの四隅に糸が入ってるマルジェラの、コンパクトウォレットですね。これね、いいんだけど本当に無理だよ財布ちっちゃくするのってやっぱ無理な気がしますね。いやまあ持ってないね、堀江さんとか財布持ってないし、高城さんとかはね、本当に輪ゴムで札束まとめ、カードまとめて持ち歩いたりするわけだけども、僕はねまだまだちょっとオールドな人間でですね、しかも周りにはオールドな人が結構多いので、やっぱり現金持たなきゃいけなかったりとかね、いろんなものを持たなきゃいけなかったりするんで、どうしてもやっぱりちょっとコンパクトっていうと限界があるなっていうところで、このマルジェラのコンパクトウォレット、コンパクトウォレットの中では、まあ、バレンシアガとかと比べると結構大きい方なんで、まあ、これでもいいかなと思ったんですけど、いざ使ってみると意外と容量が足りなくて、なんかね四苦八苦してますね。まあなんかこうやってみると分かると思うんですけど、ちょっとねカード多く多すぎる気がしますね。もうちょっとまあお前が工夫しろよって話なんだと思うんですけれども、なんかねこれの不満をですね、今オリジナルで作ってる、もう作り終わったけど、ファクトダムと MB のコラボウォレットみたいなのをやらせてもらったんですけど、これよりもちょっと一回り大きくしてですね、収納の、スペース作ってですね、ストレスなく使えるような日本人に向けた、まあ、ガラパゴスですからね、キャッシュレスが全然進まないガラパゴスな日本市場に向けた、正しいコンパクトウォレット、日本市場に向けた正しいコンパクトウォレットみたいなのを作りましたので、興味があればぜひチェックしてみてください。ちょっとね不満がありますこの財布で。これキーケースですね。グッチのキーケースを使ってます。特にキーケース、グッチにこだわりがあるわけでは全然ないんですけれども、なんとなく、まあ、この柄と、デザインが気に入って、あとグッチ知り合いが働いてるんで、まあ、買ってくださいよって言われるから、まあ、キーケース別にそんなに俺こだわりないから買おうかなと思って買ってる感じですね。昔はホワイトハウスコックスとか使ってたんですけど、最近はこのグッチのキーケースずっと使ってますね。この車のスマートキーって一体どうすればいいんですか？皆さんどうやって使ってます？車のこのスマートキーを、キーケースに入れようとすると、キーケースはどう考えてもはまらなくなって、スナップがはまらなくなっちゃって、はみ出ちゃうんですけど、どうやってもこうはみ出て持ち歩くしかないんだけど、車のキーケース、スマートキーってどうすればいいのか、ちょっと正解が未だにわからないんですけど、まあ誰かいいものを持ってたら教えてください。レクサスとかはね、カードだからいいかもしれないけどね。あと全く色気のないクリニカ。まあ人と会う機会が多いんで、まあ飯食ったら、歯磨くようにしてるんですけれども、これなんか急いで買った時ですね、もう撮影現場で、歯ブラシ忘れちゃって、僕マネージャーにコンビニで買ってきてって言って買ってきてくれたのがもうクリニカでしたね。それをそのまま今でも使ってます。どうでもいいですね。はい、出ました、ユニクロの傘、ユニクロの傘でございます。本当にねいい作りです。これまあ MB チャンネルの他の動画で話してるんで、まあ繰り返しませんけれども、傘がねくるくる回って力が逃げてくれるんでストレスなく持てるっていうのと、あとまあ傘袋がなくならないようにこうカチッとこうね止めておけるっていう素晴らしい機能です。で1500円、一回僕サタデープラス、サタプラっていう番組、朝の情報番組で傘紹介したら、ユニクロの店頭から傘が消えたらしいんですけども、今は在庫復活してるみたいなんで、興味あれば、チェックしてみてください。僕はこのカーキ色、オリーブみたいなカーキ色を使ってます。あとオズモですかね。オズモって言うんだってね。俺オスモってずっと言ってて、ちょっとだいぶ恥ずかしかったんだけど、オズモらしいですね。正しくはこういうオズモ、この大きさでこれ 4K 撮れるんでしょ。確かそうだよね、4K 撮れるんだよね。あれですよね、ドローンの会社が作ってるんで、すごいこう、ブレないんだよね。それがすごいと思う。この大きさで、高画質で、でどんな動いてもブレないってすげえなって。もう日本企業負けるわと思いました。で、ケース、買ってもらったんですけど、このケース。うちの社員に僕の誕生日プレゼントで買ってもらいました。誕生日プレゼントで仕事のアイテムを買うってことは、お前もっと働けって言ってんのかなって、ちょっと思ったんですけど、まあ、ありがたい限りです。あとうどんですね。最近うどんやっと買ったんですけど、耳からきしめんを出して歩いています。きしめんじゃなくてうどんだね。で何の色気もない、
PC ケース。これ Mac 買った時に急いで PC ケース買わなきゃいけなくて、近くの電気屋さんで1000円ぐらいで買ったやつなんで、全く何もおしゃれじゃないです。ていうかここまでおしゃれなアイテムがあんまり出てきてないの、やばいな。あとなんかあるかな。あった、これ、ディプティック。ディプティックの練り香水。これちっちゃいから見えるかな。これ練り香水ですね。こんな感じ。ディプティックの練り香水。パカッとね。これね、おしゃれなんですよ。僕、香水嫌いなんですよ。なんででしょうね。なんかね、匂い気になるんだよね、香水の匂いって。まあ、なんでなのかな。アメリカ行った時に、すごいそれ思ったんだけど、外国の人ってめちゃめちゃ香水振るじゃないですか。あの匂いがなんかもう本当、いや別に差別するわけじゃないけど、本当に申し訳ないけどダメで、なんかね、そこからなんかダメになった気がするんだよな。一番初めにアメリカ行った時からなんかダメになった気がして、なんか香水をねつけて、あの自分の体からあの甘い匂いがするのがもう本当に耐えられなくて、でもなんか清潔感持って、まあ僕もいい年ですから加齢臭もしてくると思うんで、まあ何かしないとやっぱりちょっと怖いので、まあ例えばそのボディーソープこだわったりとかいろいろしてるんですけれども、でも香水はつけたくなくて、まあそこでまあたどり着いた答えとしては練り香水なんですね。ディプティックの練り香水。まあディプティックってすごい老舗のフレグランスブランドですけど、まあ本当にね、作りもおしゃれで、陶器っていうんですかね、すごくこうかっこいいケースになってます。プラスチックとかではなくて重厚感のあるいいケースでですね。でこの練り香水なんで、こうワックス状になってるんですね。これをまあちょっとつけるんですけど、本当にね、わずかに匂うぐらいなんですよ。なんでまあハグするとようやくわかるぐらいなので、あの僕にとってちょうどいい、このぐらいが本当にちょうどいいぐらいの、匂いですね。薄い香水、本当に大衆に感じられるぐらい、これがこの人の匂いなのかなって思われるぐらいの自然な香りなんで、あのケミカルな香水の匂いと全く違うので、香水嫌いな人にすごくおすすめだし、あとプレゼントにもちょうどいいですよ。ちょっとプチプレゼントぐらいでこれをあげると高級感もあるし、誰でも喜んでくれるんで、結構おすすめです。それとあとは髪、整えるためのギャッツビーのスーパーハードジュ。これまた色気のないファミリーマートの、あのテープが貼ってありますけど、これがね、あの一番こうホールドできる気がしててですね、しかもどこのコンビニにも必ず売ってるんで、なくなったらすぐ買いに行って、撮影の時とか、あのあそういえば髪上げなきゃいけないのにジェルがないと思った時に、まあ買ってすぐ使ったりしますね。安いし、便利です。小ぶりのサイズが多いんで、しょっちゅう買ってます。あと名刺入れ、これはヴィトンですね。ルイ・ヴィトンの、名刺入れです。バキバキの派手なデザインってそんなに僕好きじゃないんで、こういうちょっとシンプルなものを使っております。まあ特に何もないですね。開けると、どこぞの会社の局次長の名刺が出てきたんで開けられない。あとペン、まあ別にどうってことないペンなんですけど、ボールペンです。これはね、ルシオール・ジャンピエール。ルシオール・ジャンピエールだよね。ルシオール・ジャンピエールっていう、日本のブランドなんですけどね。ルシオール・ジャンピエールっていうブランドの服を買うとですね、大体自動的についてくるアイテム、おまけアイテムなんですけども、まあそれを使ってます。ルシオール・ジャンピエールたまーに買うブランドなんですけど、まあだいぶマイナーですけどね、あのなかなかいいものづくりしてるんで、気になったらぜひチェックしてみてください。そんなところなのかな？あとないかな？はい、そんな感じ。空っぽです。だいたいこのぐらいで、生活して、まあここにティッシュがあったりとか、まあ、小銭がバラッと入っちゃったりとか、まあいろいろあるとは思うんですけど、基本的にはこのぐらいで生活をしております。まあ打ち合わせの時とかね、パソコン1台あれば、まあ全然打ち合わせもできるし、仕事もできるんで、で撮影もまあ基本はオズモがあれば撮影できるし、まあお金系はもう財布とキーケースと名刺入れがあれば大丈夫だし、っていう、まあそんな感じですかね。極力、まあ、荷物持ちたくないんですけど、どうしても仕事から、まあ、撮影したりだとか、すぐこうテキスト打ったりとかしなきゃいけないので、まあ、iPhone で打ってもいいんですけど、僕どうしてもやっぱキーボードの方が早いんで、パソコン持ち歩かなきゃいけなかったりするんですけれども、こんな感じで、あまりそのコンパクトなものではないんですけれども、このぐらいの荷物を持っていつも仕事しております。はい。どこに需要があるのかわからないんですけれども、何か気になるアイテムがあったらですね、ぜひ検索してチェックしてみてください。概要欄にも、まあ、なるべく載せておきますので、チェックしてみてください。はい、そんな感じ。MB チャンネル、こんな感じでファッション情報、豆知識、ロジック、商品紹介などを行っております。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。